マルビンヒッツは、スイスザンクトガレン出身のプロサッカー選手。スイス代表、ボルシアドルトムント所属。ポジションは、ゴールキーパー。地元クラブの FC ザンクトガレンでキャリアをスタート。2008年、VFL ボルフスブルクに移籍。2011年9月17日、第6節、ホッフェンハイム戦で主審に暴言を吐いたとして退場。 チームはすでに交代枠を使い切っていたため、長谷部誠が急遽 GK を務めた。ボルフスブルクでは5シーズン在籍したものの結局、レギュラーを奪えず、2012から13、シーズン終了後に退団。2013年、FC アウクスブルクに加入。2014年3月29日、第28節1、FSV マインツレイ5戦で、マティアス・オストルツ・オレクのクリアボールが、 顔面に直撃し、オーンゴール。試合には0から3で敗れた。2015年2月22日、第22節バイエルレバー空前戦の、後半アディショナルタイム、コーナーキックの流れからショーン・パーカーのクロスに合わせ、プロ初ゴールを挙げた。試合はそのまま2から2で引き分けた。十二月五日、一 FC ケルン戦でケルン側にペナルティーキックが与えられた際、意図的に、 ペナルティーマーク付近の芝をスパイクで傷つけた。結局この PK はキッカーのアントニー・モデストが失敗し、アウクスブルクが1の0で勝利した。試合後ヒッツは自らの行いを謝罪、ケルンに対して罰金約120ユーロを支払った。2018年5月19日、ボルシアドルトムントへ2021年6月までの3年契約で完全移籍した。 2015年6月10日に開催された親善試合、リヒテンシュタイン代表戦で、スイス代表初キャップ、新天地ドルトムントでの準備を進めるため、第3次理系として参戦予定だった 2018FIFA ワールドカップの出場を辞退した。ありがとうございます。